はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらご覧のミラジーの平成14年式、型式が TA-L700S ですね。こちらの車両のフロントのブレーキパッドのですね、交換の方を DIY していきたいと思います。はい、こちらですね、フロントブレーキパッドになります。アドビックス社製のですね、ブレーキパッドですね。こちら旧住友さんの会社なんですけれどね、今アドビックスさんというお名前になっております。はい、こちらですね、じゃあ交換いたす前に、ジャッキャプトとですねいたしますので、アングルが変わります。はい、それではですね、作業の方を開始していきたいと思います。こちらがですね、ブレーキキャリパーなんですけれども、このね、ブレーキホースの余裕さによってですね、上外す場合と下外す場合あるんですけれども、これどうやらね、下を外した方が良さそうな車両ですね。はい、こちらね、左回しになりますね。緩めたら、手で回せばいいんですけど、ちょっと硬いですね。はい。ちょっと緩んだんですけど、ちょっと固めですね。よいしょ。はい、これですね、結構ネジ山が長いので結構時間かかっちゃうかもしれませんけれども、ここを外します。ちょっとサビがありますね。はい、こう脱ぎます。これね、グリスがここについてるので、ちょっとね、ここはグリスをね、ちょっとサビもあるので、少し、ペーパー当ててですね、グリスアップをしたいと思います。はい。で、こう外しますと、ここにね、もう3ミリ以下のね、パッド残量で、残ってますので、もうほぼ少ないですね。はい。よいしょ。こんな感じですね。はい。で、こちらももう3ミリ、切ってるぐらいですね。ここは、この、鉄のやつが挟んであるので、こう引っ張って取るような感じですね。よいしょ。はい。もうだいぶ薄くて限界の頃ですね。はい。こういうシムはですね、再利用になりますので、これはね、ついてたのよく覚えておくようにね、しとかないといけませんね。はい。これも鉄がついてますね。はい。新しいの来た時に交換するような感じですね。で、今度ですね、新しいパッドになると厚みが増しますので、ここのね、ピストンを戻さないといけません。そこで、こういったピストン戻しツールっていうのがですね、あります。これですね、こういったちっちゃい軽自動車なんかのですね、片押しキャリパーなんかに使える、便利な大きさですね。はい。これ今ね、土台も一緒に回っちゃってるんですけど、実際は、途中で回らなくなりますんで、よいしょ。本当はね、これ一緒に回らないようにね、すべきなんですけれども、よいしょ。ちょっと開いてあげて、少しこう押し気味にやってあげるような感じですね。はい。で、この時ですね、必ずマスターシリンダーの蓋は外して、オイルが多いようでしたらオイルを抜いてやっていただくようにしないと、オイルこぼれてしまいますので、ね、今その処理はやってありますので、こちらどんどんこうオイルをピストンをこう戻していきますね。はい。よいしょ。こうすることによって、今度この新しいパッドが厚みまして入っても、すんなり入れるようにということですね。はい、なってますね。はい、ここ完全開きます。はい、こうすると、はい、いいですね。もう一番向こうまで行きました。はい。よいしょ。これをそれで戻して、はい、これは一応下準備 OK。ただね、ちょっとここのね、スライドピンの動きが悪かったので、これちょっとね、錆びてますよね。これちょっとね、ペーパー当てて、グリスアップですね、こちら側の方もね、再度してあげるようにして、よいしょ。ちょっとね、これ抜いてあげて、邪魔にならないところに置いときます。で、これやっぱちょっとここを取ってあげて、本当はですね、新品と交換した方がいいんですけれども、これもね、ちょっと、
今そういったあの部品もありませんので、今ちょっと応急的にといいますかですね、やっていきたいと思います。まあ、結局このスライドピンのこう動きが悪いとですね、肩摩耗とかしちゃったりしますのでね、ちょっとそれは、しないようにちょっとやっていきたいと思います。はい、ちょっとね一度カットします。はい、それではですね、この 3M さんのやつですね、このペーパーちょっと当てまして、はい、これ動きをね良くするためにですね、それとさらにですねグリスをつけてあげます。すいません、ちょっと光が今ずれちゃいまして、ごめんなさい、カメラもずれちゃいましたね今、映ってますかね。はい、すいません、グリスをですね、ちょっとアップいたしますね。はい、よいしょ。少量でいいのですけれども、ほんのこんなにもいらないぐらい、こんな少量でいいんですけれどもね、これはちょっとここに取っときまして、ほんと少量でいいです。こんな程度でいいので、これねスライドピン、動きがね、はい、スムーズなこと確かめてね、はい、ゴムも再度してあげて、はい、これをまずね上の方ちょっとつけてあげます。はい、で下の方もですね、ちょっと下の方がサビがひどかったので、こちらをねもうちょっとね、磨いてあげますね。これねサビがあるだけでもね、このスライドピンね全く動かなくなっちゃったりするんですね。そうするともうねブレーキパッドの肩摩耗、片方だけ摩耗してしまう現象が起きてしまうんですね。はい、ちょっとねあんまりネジ山の方もねちょっとあんまりはやらないですけれど、ちょっと軽くねペーパー当てます。はい、でこれもグリスアップですね、軽くしてあげる程度でいいです。ちょっとつけすぎぐらいでしたね、これはね。ちょっと拭き取ってもいいかなぐらいですね。あ、いいかな、こんぐらいですね。でちょっと試しにですね、刺してみて、はい、抵抗がないことをね確かめてから、これかぶせてあげますね。はい、じゃあちょっと次の段階いきますので、また1回カットします。はい、それではですね、新しいパッドをね、開けまして、ちょっと準備していきたいと思います。これ一応ですね、形を合わせていきまして、左右があるかどうかをまず確かめて、左右差はなさそうですね、こんな感じですね。はい。で、ここのですね、パッドセンサー、これね、3ミリとか2ミリになってくると、これが、わざと当たるようになりまして、不快な音を出すことによってブレーキパッドがもう少なくなりましたよっていうですね、ことを知らせるセンサーなので、これはね必ず使ってください。で、今回はね、下準備として何をするかと言いますと、この鉄板をこう僕らシムと呼んでるんですけれどね、これはですねブレーキパッドにはついてこないものですから、これは、再利用します。まあ新品使いたいよって人は、購入されてください。それからですね、こちら側にはそのSIMがないんですけれども、この先ほどのパッドセンサーですね、こちらをですね、軽く手で取れない場合もありますけれど、こんな感じでね挟まってますんでね、これ同じように挟んであげてください。で、それする前にですね、まずSIMの方でね、洗浄します。はい。今までのですね、汚れ等々がついてますのでね、これ洗浄してあげます。はい。で、これを取り付ける前にですね、こちら、ディスクパッド専用グリスですね。本当はですね、ワコーズさんのを使いたいんですけれども、ちょっと予算の関係で今はこれを使ってます。はい。でもこれでも十分です。これをね十分やっとかないとブレーキパッドを泣いたりね、しますのでね、これは十分につけてやってください。こういう穴とか隅ですね、はい、まんべんなくこう塗ってあげて、最初についてたようにここにつけます。はい、で
一応ね、ここはあんまり必要もないとは思うんですけども、このパッドセンサーのところもですね、一応つけまして、正規の位置に、パッドセンサーをつけます。はい。なかなかこれ硬いですね。よっ、入りました。はい。こんな感じですね。はい。そうしましたらですね、一応これ下準備これで終了です。はい。で、今度パッドの取り付けの方行きますので、一度アングル変わります。はい、今度はですね、パッドの取り付けになりますね。はい。そうしましたら、まずは、こちら、内側からですね、付けていってあげますね。はい。はい。これで準備 OK。で、こちらはですね、ここの鉄のところがね、挟まってたので、これをですね、ちょっと広げてあげて、はい。で、こう、ちょっとぐっと力を入れないと入っていかないですね。よいしょ。ちょっと下に押し下げながら、よいしょ。このね、ポッチのところがね、なかなか入りづらいので、これちょっとこれ、かなり上上げないとダメですね。いいよ。失礼しました。そうですね。逆でした。すいません。はい。これ、しっかりはまるようにできてますね。はい。そうしますと、こう、先ほどこうね、しっかり開いたので、もう入るようになります。で、こちら。ちゃんと合わせて、先ほどちょっとグリスアップしたね、スライドピン。これを刺します。はい。で、これを手で締まるところは手でね、締めてくださいね。はい。これで、一応取り付けは、まあ、手締めですけど、今、行きました。で、ここをですね、ちゃんと増し締めしてあげることですね。はい。足回り部品なんで、ここはね、慎重に、特にブレーキなんて言ったらね、これ自己責任ですからね。これも家族のね、やつの車だもんですから、やってますけれども、これ、もしご自身でやられるんであればね、ここは、慎重にやってくださいね。はい。で、こちらもね、一応閉めてあるけど、ちゃんと閉まってるの確かめて。はい。ちゃんと閉まりました。で、これでですね、一応片方終了になります。で、これで、一つ組み替えたら、今度左やる前に、一回ブレーキを踏んでください。ピストンで今一回戻ってるので、もうスカスカになってますから、これで両方を終えて、やれやれなんて言ってる、車を動かすと、あ、ブレーキ効かないってことになっちゃうので、ここでちゃんとですね、ブレーキ踏んで、ちゃんと制動してるかどうかですね、それを確かめてから、また今度、左の方を移っていただいて、やっていただければと思います。一応ですね、これ、左右ね、同じことをやりますので、作業は割愛させていただきますけれども、皆さん、くれぐれもね、今みたいな形で、パッド交換ね、ついでにこのスライドピンはですね、なるべくこう、錆びてればペーパー当てて、グリスを補充してあげると。それを行っていただければ、ブレーキパッドも長持ちすると思いますので、くれぐれも、作業は気をつけて、行ってください。はい。以上今日はですね、こちら、ミラージーの L700S ですね。こちらのブレーキパッドの交換ですね。こちらを、させていただきました。はい。少しでも皆さんの参考になればと思います。今日も長い動画お付き合いいただきまして、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。